関陽市は中華人民共和国先政省に位置する地球市。かつては新朝の首都として大いに栄えた。風水においては山、丘、丘などの南側、川、河、川、湖などの水辺の北側を日という。この都市は九山の南、伊水の北にあたり、関陽なためにこの名前がついた。紀元前352年に高校が関陽城を作り、 と、ここに移した。その後、始皇帝により阿宝宮造営の大規模な工事が行われ当時としては稀な巨大都市になっていった。始皇帝死後も工事は続けられたが、二世皇帝古外、三世死への代になっても阿坊宮は未完成のままであった。また、始皇帝は、直道と呼ばれる直線の軍用道路を関与から北に 700km も離れた旧元軍まで作った。 紀元前206年にアホ坊グは降雨により焼き払われたというのが現代までの定説であったが2003年に焼き払われてはいないという説も登場した。ちなみにその後祖間戦争に勝利した流邦により伊水を渡って関陽南港の長安を全館王朝が築城市首都に定め長安が繁栄していった。三四かつくに研究し9県を管轄する。 県分区三原分区関与線区関与市関与地区関与市。ありがとうございます。